パートナーと共にひたすら前へ、流れる風を体で感じて。楽天訴訟ビジネス所属、パラサイクリングの鹿沼ゆりえです。自分は生まれつきの視覚障害で、横とか、上も見えないですけど下とかが見える形ですね。風を切って走るっていうことの魅力と、タンデムは2人で走ることの、その息の合わせた上で自分が持ってるパワー以上のもので走り切ることができるっていうのは魅力です。阿吽の呼吸が勝利への鍵。パートナーにその思いは伝わっている。最初会った時からストイックな方だなとは思っていたんですけど、そのパラリンピックに向けてストイックにやってるんだなっていうのが伝わってきます。鹿沼ゆりえ、その先の自分へ。自分がどうしたいか周りに伝えて、で周りの意見を聞いて、それを受け入れられる自分と向き合うこと、向き合える人間になりたいと思います。敵は己の中にあり、乗り越えた先に世界が見える。パラドゥ